いやー、100円ショップダイソーあるじゃないですか。ダイソー。ダイソーやっぱり、これお得だなーっていうのもあるんですけど、たまに、これ100円、なんかあれですよね、100円でボールペン10本とか入ってるじゃないですか。あれ、なんか3本4本使えねえよっていう時ありますよね。まあでもね、安いっちゃ安いっすよね。あと電池安いっすよね。電池最近ね、なんかこうちょっとずつね、アルカリ電池とかもね、もともとなんか6本で100円とかっていう時ありましたよね。今なんかね、ちょっと減っちゃってるけど、でもそれにしても電池安いかなって。あとね、これ北海道ね、春タイプ、これ6個入りでね、100円とかね、これ安いっすよね。1個あたり16円、って考えたら安いっすよね。あと何でしょうね、お菓子は普通ですよね。100円。それスーパー行った方が安いよってね。そういうのありますけどね。いろいろありますけどね。で、今日はですね。今日はこれ買ってきたんですよ。日本人形。日本人形。忍者。ジャパニーズドール。これがですね、なんとここ。1200円。100円ショップなのにね、1200円。高いなと思ってね。でね、いろいろ調べてみたらね、3000円とかで売ってる商品もあるみたいですね。自分の言ってるね、ダイソーはね、これが一番高いかな、見た感じは。1200円。これもいろいろね、なんか、忍者の他にもあるみたいですけどね、1200円で。これ、いい作りなんですかね。ちょっと中開けてみますかね、せっかくなんで。はい、中身取り出してみましたけどね、これ。リアルっちゃリアルかな。これね、なんかでもね、顔もちゃんとあるらしいですね、これ外すとね。外さないですけどね。で、このね、噂によると、この刀もちゃんとここに収まるらしいんですよ。これ取れないんだよね、けどね。多分壊さないとダメなんかな。これも取れない。で、手裏剣を持ってて、手裏剣もこれ見た目これリアルだよ、これ。なかなかね。忍者。ああ、でもあれだよね。この忍者を買ったところで、どうしよう。